スコッパはイタリアで人気のあるトランプゲームである。花札に似ているが、山札と番札を合わせることはなく、一枚の手札を複数の番札と合わせることができる。また、場札を一掃することが非常に重要である。欧米各地に似たゲームが存在する。英語圏ではカシノがよく知られている。スコッパのルールには正式なものがなく、かなりの地域差が存在する。ここでは、 マーリットに従う。二人、または三人で競技する。カードには、ラテンスタイルの40枚のカードを使用する。ラテンスタイルのカードには、コンボ、剣、カップ、貨幣の4つのスートがあり、絵札は、王、騎士、不評の3種類がある。数冊は A から7までが存在する。スコッパでは A を単に1として扱う。絵札のうち不評は8、騎士は9。 王は銃として扱う。最初のディーラーは何らかの方法で決める。プレイごとに、ディーラーは半時計回りに移動する。ディーラーは各競技者に3枚ずつの手札を配り、フ札として4枚を表向きに置く。残りは山札とする。ディーラーの右隣から半時計回りにプレイする。各競技者は自分の番が来たら、以下のいずれかの方法で手札とフ札を合わせて取ることを。 試みる。主冊の1枚と同じランクのカードが場に出ている場合、その主冊とは札を合わせることで2枚を取ることができる。場札2枚以上の合計が手札の1枚と一致する場合、その主札を出すことで複数の場札を取ることができる。例えば、不評が手札にあり、場札に A と7があれば、不評 A7 の3枚を取ることができる。 一枚の手札で、上記1と2の両方の取り方ができる場合、必ず1を優先しなければならない。どちらもできない場合は、主冊から一枚を捨てて、場札に加える。場札を取れる場合は必ず取らなければならない。取ったカードは裏向けにして、自分の前に置く。ただし、全部の場札を取ることができた場合、場札を取るのに使った手札は表を向けておく。手札を使い果たしたら、 山札から再び3枚ずつを配る。手札、山札を共に使い果たしたら、プレイは終了する。この時場に残っているカードがあったら、それはすべて最後に場札を取った競技者のものになる。最初に場に王が3枚以上出た時は、配り直す。スコパの得点計算はやや複雑であり、5つのカテゴリーに分かれる。スコパスコパは1回につき1点を得る。 カード枚数から取ったカード枚数が最も多いものが1点を得る。同点複数の場合は誰も点を得ない。でなり貨幣のカードを一番多く取ったものが1点を得る。同点複数の場合は誰も点を得ない。セッテベロ貨幣の7を取ったものが1点を得る。プリミエラ4つの異なるスートのカードを獲得している場合、各、スートから1枚ずつを取り出して、 プリミエラというポーカーに似たゲームのやり方で点数を計算する。点数の最も多いものが1点を得る。最後のプリミエラだが、各カードはランクによって下のような点数を持っているので、合計点数が最大になるように4枚のカードを選ぶ。誰かが11点に達したらゲームの終了となり、点数の最も多いものが最終的な勝者となる。スコパには、 様々な編集が存在する。A で、バフダがすべて取れるもの、バフダと手札の合計が15になるように取るもの、花札のように特定のカードの組み合わせで、出来役が作れるものなど。スコパオネは、4人の競技者で行う、スコパの編集である。向かい合った2人ずつがチームを組む。バフダは4枚、主札は9枚ずつで、山札は存在しない。得点を計算するときは、 チームの獲得したカードを合算する。編集として、主殺が10枚ずつで、バフダゼロから始めるものもある。これは運に頼る部分が少ないので、科学的スコポーネと呼ぶ。名鉄パノラマカーや小田急ロマンスカーアンセ社など、日本の展望電車にも影響を与えた、イタリア国鉄の板300電車の愛称、セッテベロは、このゲームの切り札の名に由来する。これはもともと、 秘密制作されていた、この列車に関わっていた労働者の間で因果として付けられた名だった。ありがとうございます。